はい、あ、もう回ってんすか。あ、本当です。おー、やばい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まさかの、はい、あ、お席来てます。え、ここ、はい、大丈夫ですか。はい、結構エロい話しますけど大丈夫ですか。そうそうそう、はい、今回の動画は街録チャンネル大好き緑茶割りに特化した緑茶神緑さんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。ムーちゃん、だからあのライブのチケットを手売りに買いに来てくれたじゃないですか。はいはいはい。そん時に初めて会いましたね。そうですね。自分のなんか情報を教えてくれて、あ、はい、ぜひぜひ出てくださいみたいな話になったという。はい。え、今も AV 男優さん、はい、今 AV 男優、今仕事してきました。え、撮影、今撮影してきて、あのちょっと絡んできてここに来ました。え、絡み語ですか。絡み語で、絡み語でちょっとさっぱりしてます。だから、あ、はい、そうなんですね。何系の撮影ですか。今日ナンパですね。ナンパっていうか、まあ、ナンパ風ナンパ風です。あ、実際はナンパしてないんですけど、まあ、ナンパしてる体で、あ、まあ、女優、相手は女優さんです。もちろん、はは、昔はガチナンパしてたんですけど今はできないんで。ちょっとコロナとか、いや、あの法律変わったりとか。法律ですね。法律でもうちょっと1ヶ月前に契約しないとできないんで、もう声かけては出せないんですよ。声かけてその場では無理なんじゃっちゃったんですよ。ああ、そっか。じゃあもうそのナンパものっていうものが、はい、もうそもそも絶滅したんすね。絶滅しましたね。ナンパ風は俺です。風はあるけどナンパはもうできないんですよ。1ヶ月前、ね、1ヶ月後出てくださいってありえないじゃないですか、うん、ナンパして、いや、まあ、出ねえよってなるから。そうです、ね、確かに。へえ、うるせます。はい、今ムーデさん何歳なんですか。今40歳に、6月3日で40になります。6月、もうそろそろですね。じゃあ40歳現役男優と。はい、あと6日後ぐらいですか。よくあのシミケンさんとかがなんかその、はい、AV 男優さんのなんかランクはそのギャラによって決まるとか、 ありますよ。こういうなんかヒエラルキーみたいのをシミケンさんがよくやってますよね。なんか飲酒男優とか、飲酒男優とか。はい、ムーさんは今どの位置の人なんですか。まあ、シミケンさんの下ぐらいなのかな。3、4万ぐらいですけど、まあ、あのシミケンさんが5万円って、5万円男優っていうのが一番上なんですよ。はい、大体5万円か6万円ぐらいが。で、まあ3、4、まあ4万、3、4万ぐらいで、まあ、その下ぐらいで、まあシミケンさんが松本人志さんだとしたら、はいはい、まあ、あの千鳥さんとか千原ジュニアさんとか、そのぐらいの、分かりやすく言うとそのぐらいのランクかなと思います。そうか、じゃあ一応 MC クラスではあるみたいな。 MC クラスだけど、まあ、松本人志、あのレジェンドではないっていう感じですかね。まだ、はい、言ったら AV 業界界隈ではムータンといえば、まあ、なんか大体みんな知ってるよね。まあ、知らない人はほぼいないと思いますね。はい、大体の撮影は任せられるというか。そうですね、まあ、大体何でもオールジャンルいけますね。はい、すごい。はい、でも大体いつもひたすら今に至るまでっていうのを聞いてくるんですけど、はい、出身は何ですか。出身、僕、田無病院ってとこで生まれまして、1983年の6月3日に。あ、東京ですね。じゃあ、東京ですね。で、まあ、ギリギリ東京で、東久留米市っていうところで育ったんですけど。ほうほう、はい、昔からそういうその性に興味あったんですか。全然なくて、もう初めて何したらもう高2なんですよね。じゃあどちらかというとそういうのへの関心めっちゃ多くて、薄い方だったんですね、うん、女の子にも全くモテなかったですし。お、そうですか。一切モテなくて、ほう、だからもう、はい、お父さんとお母さんはどんな感じの人。お父さんが、生命保険会社に勤めてたんですけど、共栄生命っていう、潰れてプルデンシャルに吸収されたんですけど、英語が喋れないので、これですね、リストラクチャリング、リストラクチャリング、はあ、でマンションの管理人、まあ、よくある管理人です。あ、不動産持ってる人じゃなくて、雇われ管理人、雇われ、あの窓口にいるおっさんですね。は、母親はあの電気、地元の電気店で働いてました。はあ、なるほどね。はい、兄弟は。兄弟は一人っ子なんですよ、いなくて。え、それ別にエロいものとか特に関心なくて、うんうん、結局どういうのは、何が得意な子だったんですか。勉強はめっちゃできましたね。あ、勉強はちょっと自慢ではないですけど、はい、小学校4年生から高校2年生で学校僕辞めてるんですけど、はい、それまでずっとだいたい学年で一番でした。で、高校高1の時はずっと東京都で一番でした、あの模試で。へえ、はい、どこ行ったんですか、高校。高校はね、でも中央大学附属高校っていう、また大したことになっちゃうんですけど。いやいや、中風は、はい、中風です。はい、秋元康さんとかの後輩ですね、小倉智昭さんとか。すごいですね、はい、中風すごいじゃないですか、普通には。すごくないです。え、でも逆に言うと、はい、なんでそんなその東京都の一番になるような人が中風にしたんですか。なんか推薦で受かっちゃって、なんかすげえ塾の先生とかめっちゃ怒られたんですけど、
なんかもっともっといけたのにみたいな感じで、なんでそのつくこまとか受けなかったのっていう。そっか、だから推薦でよかったら絶対行かないですね。もういいやつ、なんか家近かったし、チャリで15分ぐらいでうちから行けるんで、いやなんか別にそんなに欲もなかったんで、なんか官僚になって、なんか改正東大とかそういう時代だったんで、まあ別にそういう欲がなくて、どこでもええやって感じなんですよ。どこでもいいやで行くとこじゃあんまないですよね。別にもう、はい、どこでもマジでよくて。つくこま行けたんですか普通にね。まあ多分、まあ頑張ればね。勉強は全部しかもしてなかったんですよ。あ、じゃあ天才って言われてるのか。天才、自分で振動みたいな感じだったんですけど、だからすげえ嫌がられてましたね。どういうこと？いや基本的にそういう人って嫌われるじゃないですか。だから勉強してないけどできちゃうみたいな。で、あと周りの人に結構なんかこう皮肉を言ったりとか、え、このテストで98点どこで大喜利したのとか。ああ、嫌なやつですね。すげえ嫌な、なんか、え、徳川家康のとこ松本人志って書いた、頭いいな逆にみたいな人だったんで、めっちゃ嫌われてて、友達は少なかったと思います。はい、だそういう人間なんで、結構教科書隠されたりとか、燃やされたりとか、なんかこう、まあよくある上履きに画鋲入ってたりとか、あと弁当なんか全部ぶちまけられたりとか、よくあったんで、なんかもう、ここまでして学校に行くに何なんという、まあね、なっちゃってて、そうかだからその嫌なことはしてたけど、それ以上の、制裁も制裁というか報復もあったんで、だからもうなんかもう面倒くせえってなって学校、なんか特に目標がないですから行くモチベーションもないんですよね。なんでもういいやつってやめて。やめてどうするの？やめてその後はサポート校っていう通信制、一応ね高校卒業の資格は親が取んないともうなんか自殺しますみたいなこと言われたんで、通信制行ってで通信制ばっか行ってると友達ができないじゃないですか。ほうほう。だから親もそれ心配してサポート校っていうところに入れてくれたんですよね。はい。でそれで一応高校卒業して、一応高卒の資格取って、僕サポート校もほぼ行ってなかったんですけど。お前通信では弱くてですか？弱くて。大学は？大学は東京農業大学っていうところに行きましたね。バイオをしたかったんですよ。不老不死の研究したくて。ほうほうほう。なんかそういうどうやったら不老不死になれるかみたいな考えてたんで。あ、死ぬのはやっぱめちゃくちゃ怖かった。そうですね。怖いですけど、なんか不老不死になったら楽しいかなと思って。うんうん。なんかお金儲かりそうだなってのもあって、なんかそれ皆さんにこう提供したら。でそれでその研究する大学入って。はい。でそれ卒業するんですかちゃんと。中退なんですよ。いつ？中退。中退したのも、4年生、じゃあ6年で中退した？6年ぐらい、6年ぐらいやってました。はい。そうなの？そう。あ、はい、じゃあ留年中退みたいな？留年で、大学4年生の時に AV 男優になっちゃったんですよ。それはどうやってなるんですか？応募し、死んじゃった AV 女優さん行って、僕が大好きな女優さんで、結構変死だったんですよ。ほう。なんか燃やされちゃったみたいな死に方で、で、それを調べてたんですよ、その事件を。したらなんか右下の方にバナーがあって SM 賞を観覧してくれる人は募集みたいなのあったんですよ。ほうほう。でそれクリックしたら AV メーカーのやつで、それで応募したらなんか来てくださいってなって、で行ってそこで監督にスカウトされたというか、当時やっぱ若い男優さんです、今めっちゃいるんですけど超少なかったんで、でまあ監督もにやっぱ若い人大学生風のなんかちょっとチャラいお兄さん来たなと思って多分目つけられたんですよね。はぁ。で君一緒ナンパしようよって言われて、へぇ、日本全国行けるし世界も行けるよって言われて、ナンパでガチナンパです。はぁ。連れてってあげるとかそういうことですね。え、ちなみにごめんなさい、はい、さっき言ったその高2で初オナニーとか言ったじゃないですか。はい。でもだからそのどっからその繊維みたいなものは解放してたんですか、その男優スカウトされるまで。はい。あ、もう大学生になってから結構スタービーチっていう出会い系サイト当時あって、ほうほう、そこでなんか遠行少女みたいなやつとやりまくってたんですよ。へぇ、はい、全然モテなかったんです、女の子に対してすげえ恨みがあって、当時からなんかもう性欲というよりはこう恨みを晴らしてやろうみたいな感じでやりまくってるって感じですね。性欲じゃないです、なんかあモテなかったことへの、はい、その自分のことを相手にしてくれなかった女子への恨みをなんかスタービーチで晴らしまくってました。まあでも AV 男優になってからなんか女の子に対する恨みはちょっとなくなりましたね、一切。てかじゃあ AV に、スカウトされたところにはもうやりちんっていうかめっちゃもう経験人数も多いし、経験人数まあまあいましたね。でナンパ AV 男優になったんですか？はい、ナンパで、はい。
そのナンパ男優は本当にじゃあもういきなり最初からその絡みを撮影始まるんですか、はい、初めての撮影はなんか新宿でナンパしたんですけど、ウケラって言って一人もかかんなくて、あほうほうほう、でまあ全然コーヒーもあるからって監督に言われて、ほうほう、じゃあ次はまた来てって言われて、次なんか千葉でナンパした時にちょっと女の子かかって、あ成功したの？それが初絡みで、それまで自分のチンチンちっちゃいと思ってたのに、チンチン初めて出した時監督にでけーって言われて、お前男優向いてるわって言われて、へいっぱい紹介してくれたんですよ。そっからなんかいろんな現場紹介してくれて、お前めっちゃ向いてるからやった方がいいよって言われて、へえ、ちなみに最初いきなりナンパじゃないですか、はあ、相手は完全素人だったんですか？完全素人です。え、完全素人って、はあ、撮影するじゃないですか、はあ、それ許諾終わったってことなんですか？許諾は取ってました、ちゃんと。そうです、うん、ちゃんと書かされてましたね。でなんか年額も取られて、なんかハンコまで押さされて、ハンコで部員ですね、部員押されてました。それ一応ギャラ発生するんですか？ギャラ発生してましたよ、多分。あ、素人に、はいはい、まあ、僕はそのギャラの額は分かんないんですけど、君はもうね、あなた出ててって言われて。はえ、それで一応、まあ、ナンパします、うん、OK とかって言って、はい、ホテル行ってやります。そうです。その後にもろもろそのいろんな書類とかやると、はい、まあ、大体車の中だったんですけど主に、まあ、ホテルもありましたけど、あ、まあ、書類どうなんですかね。でも僕は多分あとですね、あ、事故です、事故かもしれない。すごいことしてますよね、だからね、当時からよく考えたら。あ、でそれちなみにその森田、はい、さんはやらせていくらかな？1日1万円ですね。あ、1日1万円ですか？1日1万円は、もう、もう駆け出しの男優ですもんね。まあにしてはいい方だと思います。あ、そうなんだ。やっぱナンパ結構リスクあるんで、だいたい1日1万円もらってます、うん、そうか。それで、はい、男優の仕事が忙しくなったら中退したんですか？そう、なんか男優が面白くなっちゃって、はあ、もうどうでもいいやと思ってなんか楽しい人生を送った方が良くないかと思って、別に。はあ、いや、なんか結局就職しても多分向いてない、こう人付き合いとね、高校でも人に、小学校からずっと大学まで学生やってて、全然学校に馴染めてないわけじゃないですか、うんうん、僕発達障害だとアスペルガー症候群なんですよね。だから会社に入っても結構地獄だろうなと思って。あ、その発達障害とアスペルガーとかはいつ気づいたんですか？小学校2年生の時に、あの、ちょっと変な子だったんですよ、うんうんうん、なんだろう、遠足とかあるじゃないですか、うん、結構あのいなくなっちゃう子いるじゃないですか、うんうん、自己中というか、うんうん、そういう子で、はあと結構みんなに結構言葉が辛辣というか、あ、なんかバカ、ブス、デブ、ハゲとか言っちゃうんですよ、うん、それは僕は親切で言ってるつもりだったんですけど、みんなからするともう傷つくだけじゃないですか。あ、人の気持ち分かんないみたいな、ね、分かんないです。はい、今はあのちょっと心理学とか勉強してちょっとずつ分かるようになったんですけど、うん、それがもう小1小2ぐらいではもうあの大人とか親とかもちょっとこれなんか見てもらってまずいぞって、うん、こいつやべえなっていう感じではあったかもしれないですね。だからそれでちょっとやっぱ精神科みたいなの連れてかれて、うん、あ、こいつちょっとなんかテストみたいなのされて、あ、アスペルガー進んでもじゃあその、はい、まあ、40歳の人が小2小3ぐらいの時って、はい、あんまりその特性の理解あんま周りないですね。そう、ないんですよ。だからただただ変なやつっていうか、はあ、あと結構過集中って集中しちゃったりとかして人の話聞こえなかったりとか、うん、うん、いろいろ、まあ、だから勉強できたっていうのもあったかもしれないですけど、あ、逆にマルチタスクができなくて、今もできないんですよ。携帯触りながら人の話聞けなくて、だから、え、聞いてる話って聞いてないんですよ、うん、そうそうそうとかっていうのがあって、うん、一般の仕事向いてないだろうってのがあって、で、まあ、もうエビ男優でいいやみたいな、もう感じで、もう中退は24とかなんですけど、もうほぼ学校22歳から行ってないんで、はもう2年間1回も行ってないですか、もう。だからそれもったいないんで、一応なんか最後の学費僕払ってたんですけど、親はもう自分で払えって言われて4年生超えたら。払ってたんですけど、ほんとバカみたいなんで、やめますって。はぁ。払いたくないですって、もう。なるほどね。で、それで、男優にハマるじゃないですか。はい。その、どんな撮影のオファーが来るんですか？今日もナンパですか？ナンパもそうだし、あと童貞もの。あ、童貞は若いから、学生。はあはあ、あとデカチンもの、めちゃくちゃもうローテーションで呼ばれてましたね、それは。はあ、はあ、デカチンものってますか？デカチンものはめちゃくちゃ呼ばれましたね。そか、はい、もうじゃあ AV 男優の中でもチンコでかかった子なんですか？かなり、まあ、トップ5には入ると思います、確実に。へえ、はい、今でも Now でも。何センチぐらいですか、その？まあ、22ですね、勃起時22。勃起時22、はい、あ、じゃあ外国人みたいなチンコなんですね。そうですね、でもしかも柔らかくないんで嫌がられますね、一
人によっては。ああ、もうじゃあ、はい、硬い22センチ。そう、もう鋼鉄の22センチです。ああ、痛そう。痛いらしいです。女医さんに聞いたら、まあリカチンが好きな人はもうこれ以上いいチンコはないですって言われるんですけど、そうじゃない、ちょっと弱めの方は、デリケート系の方はちょっと、ちょっとムータンさんこれでって。ああ、やっぱりチンコでかすぎ NG ってのは来るわけですね。あるんですよ。はあ、デカチンものってどんな態度がつくんですか。なんだろう、もうデカすぎるチンコにもうモンテツみたいな。デカチン、そうか、デカチン味比べとかデカチンでよがる嫁とか、へえ、寝取られ物とか結構でかち多いんで、やっぱ旦那よりいいみたいなのあるじゃないですか。なるほど、旦那よりでかいみたいな。そういうのは別に設定っていうだけじゃなくて、はい、本当にでかいの用意するんですか。本当にでかいの用意してないと、やっぱりだって説得、モザイクで押しても分かりますから、説得力ないですよ。おちっちゃいじゃないかってなるから、みんな。あ、そっか、それ全然でかくない、でかくない見てる人が、おい、でかくないわ、ごめんって、旦那もどんなこれですかね、旦那はってなっちゃうから。そっか、モザイク越しの説得力っていうのがある。そう、やっぱ見てる人は俺よりでかくないとつまんないですよ。メトラレ好きな人見てたら、お、俺よりでかくあってくれってあるじゃないですか。はい、そうですね、モザイク越しの説得力って初めて聞きました。そうですね、はい、そっか、 そうね、それがネトラレ系じゃないですか。うん、そうですね。で、あとデカチンが重宝されたりとか。基本デカチンは重宝されますよ。あ、やっぱ映えるんで。あ、巨乳の人が重宝されると同じ感じですね。分かりやすいじゃん、絵が。巨乳ものとかパイ釣りがあるんで、でかくないと出てこないですよ、ここにおっきり。ああ、そっかそっか、こういう大きいおっぱいにはやっぱデカチンじゃないともう映えないんで、だからそれはもう巨乳ものはクッと呼ばれますよ、今でも。はぁ、はい、ムータンさんが思うナンバーワンデカチンの人誰なんですか。これ名前言っていいのかな。まあ、ウルフ田中って言うと思うんですよ。へぇ、それはもう自分、はい、自分負けたなって思ったんですか。いや、でも長さでは負けてないですけど、太いっすね。なんかもう恵方巻きみたいな、もうもうなんか縁起良さそうな感じです。え、そんなでかい。こんなんですよ。むっちゃ、このこれぐらい太いです。このレンズぐらい太いです。いや、それはないでしょ。いや、ほんとほんと、いや、死んじゃうって。これ、面白いぞ、これ。死んじゃいますね、それ。あー、顎腫れますね、これ。ほんとに。ほんとに超でかいっすね、はい。そうか、じゃあウルフ田中さんにはちょっと自分のチンコ勝てないなと。まあ、まあ、そう、長さでは負けてないと思うんですけど、ちょっと太さでやっぱちょっと軍配上がっちゃったなって感じですね。なるほどね。そう、長さナンバーワン誰ですか。沢井亮さんって人かもしれないですね。長さもそっちは負けるんですよ。よくチャンバラしてたんですけど、おちんちんでチャンバラしてたんですけど、勃起するのが硬いんで結構あれなんですけど、ただ長えなと思ってますよ、その時。この人25センチぐらいありそうですよね、でもね。なんか、はあ、すげえな。とんでもない、はい、さっきの話なんですけど、ちょっとあの AV 女優さんってめっちゃ優しい人多くて、そうなんか優しくないと多分あの仕事ってできないと思うんですよね。なんかこう、そうじゃないですか、奉仕精神みたいな、そんな優しい人もいるんだと思って、それで恨みが消えました。そこからじゃあその何ですか。そこから女性を丁寧に扱うようにあでも、もう今はもうゴムつけてやったりもするし、まあそうですね。まあ、本当今はもうセーフティーな感じで安全な男になりました。あ、よかったっすね。そうですね。そのじゃあアスペ的な特性もあって、はいはい、やりすぎちゃうところもあったけど。あ、ありました。もうガンガンやっちゃってて、はい。なるほどね。ですね。はい。AV 仕事はどんどん順調にキャリアをアップしてみたかな、はい。そうですね。まあフリーランスの仕事で結構まあ男優ガガって半年ぐらいやって海外に3ヶ月行っちゃうとか、そういう生活してたんですよ。へ、なんか旅行が好きな、旅行めっちゃ趣味で、うん、今でもめっちゃ月1は必ず行ってるんですけど、まあ、海外も大体30カ国ぐらいは行きましたね。そうなの。そういう生活を2009年まで続けてたんですよ。で、2009年にちょっとめちゃくちゃチャンスなことが起きまして、女性向けの AV ってのができたんですよね。ほうほう、今まで AV、 女性は AV を見ないとされてたんですよ。ほうほう、実際見てたらしいんですけど、うん、ソフトオンデマンドさんがシルクラボっていう、いや女性だって AV 見てもいいじゃないか、はいはいはい、しかも男性向けの AV は間違ってるよと、はいはい、あんなことされたら女の子嫌だよっていうことばっかりだよっていうのを提唱して、シルクラボの牧野さんっていう人が、はいはい、まあ、ためなんですけど、はいはい、その人がそういうのを提唱して、女性向けの AV、 女の子が好きな AV っていうのをちょっとイケメンの男優使って、韓流ドラマみたいなドラマの後に大切にしてくれるエッチをちゃんとコンドームとかもつけてしてくれる、大切にしてくれる彼氏みたいな感じで、ツーウェブ作ったんですね、ソフトオンデマンドが。で、それに、それのエロメン三重師っていうのがいたんですけど、それの一人に抜擢されて。へぇ、あれ、確かに、一徹さん、一徹さんです。
月野さんと伊手さんと僕だったんですけど、あとまあ何人か、まあ、タイガさんとかいたんですけど、はあ、エロメンに選ばれて、エロメンに選ばれて、はい、でそれ人気出て、それでなんか知んないけど伊手さんの人気のバーターみたいな感じですバーターだと思うんですけど、うん、テレビとか出させてね、ノンストップさんとか、はあ、朝っすよ、はあ、とか、あと雑誌とかも女性誌もそうな、アンアンさんとか、はあ、キャンキャンさんとか、はあ、あの週刊文春さん、週刊女性さんとか、そのもう雑誌めっちゃ出させてもらって、結構有名になっちゃったんですよね、はあはあ、そこで親にもバレちゃって、ついに、あ、そうか、親内緒にしてんのか、はいはい、もう派遣でやってますって言ってたんですけど、はあ、もうでもいいっちゃいいじゃないですか、はあ、望んでたんじゃないですか、有名なの、そう、いやでもね、ちょっと当時はそうでもなかったんですよ。あ、そうです、今はもうガンガン目指したい人になっちゃったんですけど、いろいろあって、はあ、当時はなんかちょっと自己評価低い人というか、あ、自己肯定感が低い、自己肯定感も世界一低いみたいな人だったんで、はあ、病んでるし、もう精神病んでて、はあ、なんかもうみんなとも仲良くできないし、なんかこう俺なんか生きてていいのかみたいな、俺なんかどうせみたいな、俺はゴキブリよりクソですみたいなマインドでガチで思ってたんですよ。なんかゴキブリの方がまだマシと思ってた、自分より。それでなんかちょっとそれ自己評肯定感クソ低い中で、なんかちょっと有名になっちゃって、なんか結構キャーキャー言われるわけですよ、うんうんうん、なんかもう大阪とかもう日本各地のイベントとか、ジャニーズになったんじゃねえかみたいな、うん、松潤になったんじゃねえかみたいな感じになるんですけど、うんうん、まあ、この自分自己評価と世間の評価の乖離がちょっとできてきちゃって、なんかそれでさらに不安定になっちゃって、なんか、うん、なんかもう、うん、いいのかなみたいな、うん、俺実際ゴキブリ以下やけどみたいな、うん、こんなことなっていいのかなみたいななって、うん、さらにちょっと病んできちゃって、うん、でなんか睡眠薬もともと飲んでたんですけど、うんうん、その錠数がどんどん増えてっちゃって、うんうん、睡眠薬ってどっからも、最初は医者ですね。あ、普通にそこまでは、その当時精神科行ってたんですか。精神科も行ってましたし、内科で自費だったらいくらでも出してくれるんですよ、精神科って。そうなんだ。はい、まあ30錠、大体30錠までなんですけど、まあ60錠出してくれるとかあったりとか、あとはもしくはあのいろんなとこ回りまくれば、自費ならいいよって、保険はちょっと足がつくから、僕もちょっと立場があるからって言われて、自費ならいいけどいいからって言われて出してくれるんですよ。え、それちなみに精神科には何て言われてたんですか。どういう、強迫神経症って言われてましたね。はい、なんかすごい細かいことが気になっちゃって、もう外も出れないような状態になっちゃってたんですよ、一時。まあよく AV やってましたもう AV が引きこもってるもんね。もうなんか家で、その強迫神経症がさっき言ったそのブレイクによって悪化していくんですか。はい、悪化してって、なんかもうちょっとしたファンの人の言動とかめっちゃ気になっちゃったりとか、あともう、まあ、批判もされるわけですよ。なんかブサイクだとか、なんかなんであんなやつがエロメンなんだとか、まあ、逆にもてはやされても嫌だし、なんかかっこいいとか、いやかっこよくないしとか、あとはなんかやっぱりイケメンですよとか、いやブスだしとか思ったりとかしてたから、どん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 なんかこうおかしくなっちゃって、で睡眠薬依存症になっちゃったんですよ。1日もうやばい時期だと300錠とか飲むようになっちゃって、あーやば、それで現場行ってたんですよ。そしたらもうラリってますよね。この喋れないんで、もうババ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 バなるじゃないですか。うんうん、あ、すいません、もうあのいいです、帰ってもね、帰れる、大丈夫みたいな、うんうん、実際帰れなかったりして、うんうん、家と現場間違えちゃったりとかで寝ちゃったりとか、うん、そうか、それじゃもう仕事にならないよね。そうですね、もうそれやっぱ悪い噂はガンガン広まるんですよ、うん、いやもうちょっとあいつは使えないねってなっちゃって、うん、完全に干されちゃって、もう全然仕事なくなっちゃって、うんうん、でももうその時はもう半端ないラリってたんで、あ、でももうその前にちょっとすごいことが起きまして、うん、2005年のお正月に身長15センチ死んだんですよ。え、どういうこと。睡眠薬大体その時300錠とか飲んでたんで、もう一日中病院回りして、ほうほう、まあ10件回れば300錠手に入るんで、ほうほう、まあ、東京中の病院回って睡眠薬もらってたんですけど、元旦やってなくて病院、ほうほう、どこもやってなかったんですよ。ほうほう、でそれで痙攣してきちゃって、体が禁断症状ってやつですね、いわゆる。でぶっ倒れたと思ったら身長15センチ死んでたんですよ。なんか歩けもう動けなくなっちゃって。そうそう、そんなことあるんですか。そう、コナンですよ、コナン、リアルコナン。え、それなんですか、骨が抜けたりとか。そういうこと。骨がこう、ちょっと触ってもらえると分かるんですけど、なんかちょっとあれなんですよ、曲がっちゃってて。骨が曲がったってことなんですか。曲がったというか、こう椎体が潰れちゃって、こう痙攣して
親に聞いたらこうなってたっていう。ほー、えっリアルに、じゃあ身長が183あったんですよ。あ、そうなん、昔の AV 見てくれると分かりますけど。そうなんですね。183が168になっちゃったんですよ。今168です。お、今ちょっと高いの考えてるんで。あ、そう変な癖があってる。そうなんですね、はい、これで動けなくなっちゃったじゃないですか。背骨折れたらもう動けないんですよ。で、まあ奇跡的に半年ぐらい経ってから立てたんですけど、半年間動けなくても死便とか、あと うんこももう何だろう、こうやって持ってビニール袋これうんちとかもう、ね、寝たきりっす。半年寝たきりっす。それなんていう病気だったんですか。いや、え、これですか、背骨ですか。背骨は、いや、もうたでもめっちゃたまにあるらしくて、転換持ってるアメフトの選手とか、あの筋肉ある人が転換とかで潰れちゃうことあるんですって。それとそれでめっちゃ珍しい症例ですって言われました。へえ、じゃあ転換的なことで身長がじゃあ10センチから15センチぐらい。そうです、縮んじゃってみたいな。ちなみにそれが2015年じゃないですか。復帰したのは2021年の 今ぐらいなんですよ。で6年間あったんですか。6年間あったんですけど、その間にあったことが、入院してたんです。閉鎖病棟ってやつです、いわゆる。閉鎖病棟って3ヶ月に1回出ないといけないんですよ。あ、そうなんだ。でそれを繰り返して2021年までしてたんですけど、その間に2016年の4月に親が消えたんです。僕ずっと実家だったんですけど、東久留米で。あの、え、失踪したんですか。はい、なんか借金作って消えちゃって。え、両方、2人とも。2人とも。あ、両親ごと失踪したんですか。はい、僕もラリってるじゃないですか、うん、でブリブリになりながら帰ってきたら、うんうん、親が消えてて、しかも全部荷物そのままなんですよ。じゃあもう親だけいない状態。親だけが消えてて、ほうほう、なんか旅行でも行ったのかなと思って1ヶ月ぐらい待ってたんですよ。ほうほう、まあ、一人暮らしてて、まあ、ラリながらこうずっと寝てたんですけど、1ヶ月後になんかちょっとあの怖い人来て、うん、こっち系のなんかあっかなみたいな、取り立てるてめるっつって来て、だよ出るべーってなんかで来て、で出たら、てめえの親はあれだぜ、お前借金してくからさって言われて、俺らに、返せよって言われて、でもこの家はお前のじゃないからって言われて、もう抵当入ってくからって、うちらのとここの家はっつって、でなんかこうバーって出されて、なんか権利書みたいなのが、ああ出てけって言われて。いくら親借金したんですか。2000万なんですよ。本当に2000万。その闇金から2000万借りちゃったみたいですね。だから闇金に2000万借りってことは他でも借りてるってことなんですか。じゃあ分かんないですけど、とりあえずその人しか来てないですけど、その方々しか来てないですけど。え、じゃあその東久留米の家をもう差し押さえられちゃった、はい、差し押さえす。へえ、それ実際その闇金はちょっと反射系なんですか、割とと思いますね。もう見た目からしてももうちょっとあの、まあちょっと怖い感じの方でした。はい、そうなんですか。色黒くてみたいな。まあはい。え、じゃあ実際それはどうしたんですか。それでも貯蓄があったんで、それ僕。ああ、そうか、はい、エロメン時代。エロメン時代とかずっと AV やってきたんで、それまで10年間ぐらい、うんうん、それの貯蓄があって、それ全部吐き出しちゃって、全部あれちゃって2000万。でそれでゼロになっちゃった、貯金も。じゃあ家は取られずに済んだんですか。取られました。だから家まで取られたらもっとあったんですよね。だからもっとあるよってことなんで、2000万じゃ済まねえよってことで、向こうから家を売った金とプラ2000万プラ2で、それでじゃあこれで OK みたいになって。え、その後親と会えてるんですか。会えてないんですよ。どこいるか分かんなくて、一応探偵雇ったこともあるんですけど。へえ、じゃあ親が何で借金したかもあんま分かんない。分かんない。だから会えてないんですよね。それからもう一回も会ってないんです。へえ、だまあまあ別にいいんですけど、はい、もう会えないし、連絡というかないから、なんか事情も分かんないしって感じ。まあはい、まあでも別に今まで育ててもらったら2000万ぐらいかかってますから、まあ全然それを返したと思えば全然、まあ、あの迷惑かけたんで散々さっきの話じゃないですけど、まあそれのお返しですと思えば全然納得はできた、まあ、当時は納得できなかったですけど、今思えばもう全然逆に感謝してるっていうか、いなくなってくれて、はい、うん。え、それでその男優にはどうやって復帰したんですか。男優に復帰したのが、ちょっと写真見せていいですか。実はね、こんなになっちゃってたんですよ。これいつですか。これ2021年ですね。ああ、だからそれ、うん、一応借金は返し終わったんですか。はい、はい、借金は返し終わって、一括で返しちゃったんですけど。ほうほう、なんで太っちゃったんですか。これ、あのヒルナミンっていう抗うつ剤で、いや抗うつ薬です。ああ、抗うつ剤の、はい、あの副作用で、はい、でもうブクブク、全然食べてないんですよ。ほうほう、全然もう手が震えたりとかしてしちゃってるから食べることができないんですよ。もう掴めなくて、ほうほう、もうパンとか掴めないし、携帯も打てないんですよ。ほうほう、なのに太るっていう。だから怖いっすね、本当。
そうか、そう、抗うつ剤で飯食ってるのどんどん太ってたの。そう、食ってないのに太るっていう謎の現象がどんどん太る。これ105キロっす。で、105キロまで行っちゃってて、この状態でもう希望も夢も希望もないまま、ほうほう、生活保護受けながら受けてたんですよ。生活保護受けながら。生活保護もちろんです。だって儲けないし、ゼロっすよ、貯金。しかも入院してるから、もうすぐ生活保護受けろって言われて、病院のケースワーカーさんに。親もいないし、親戚も僕あれされてるんですよ、借金されてるんですよ、 AV 男優なんで。もう二度とかけないでくださいって言われて、 AV 男優の方そう、すぐ降りたんですよ。もう親もいないし、親戚もいないから一人だし、で、まあ、入院費払えないから、まあ、病院の方からも早く出してくれってなって、そうか、生活保護受けてて、受けながら、なんかほんとたまにバイトしてたんですよ。なんかユニクロの倉庫とか、ヤマト急便の倉庫とか、なんか引っ越しとか、あと佐川急便の倉庫とか、本当にきつい作業ですね。まあね、2020年の誕生日、ちょうどコロナ禍の時ですね、ヒルナミンって薬をもう嫌になっちゃって、あの佐川急便でバイトしてる時に50錠ぐらい飲んじゃったんですよ、オーバードーズで。でヒルナミンの副作用って、まあ、調べてもらえば分かるんですけど、突然死、心停止って書いてあるんですよ。で飲んじゃったら死んじゃったんですよね。死んじゃったってか、あの 心臓止まっちゃって、あ、はい、病院で生き返ったんですよ。病院で一応心臓が一つ一個動き出してくれた、はあ、まあまあ、バンバンみたいなのをやっても引き換えなかったって言ってたんですけど、へえ、あ、五輪中ですみたいになってから一回やったっぽくて、へえ、坂本龍太っていうんですけど、坂本龍太さん何時何分五輪中みたいになってから引き換えたっぽくて、へえ、なんか引き換えちゃったみたいな感じ、みんなちょっと驚いてるんですよ。へえ、僕はもう一瞬の出来事、全身麻酔されたぐらいの一瞬の出来事で分かんないんですけど、でもまあみんなに後から聞いたら、もうなんか死んでたよっていう。と聞いてお医者さんにピー出したんですよ、ゼロ、ピーになって、心拍ゼロ、心肺停止になって、もう折り中になってから引き返ったらしくて、へ、そこで治ったんですよ、睡眠薬依存症が。あ、その睡眠薬依存がそれで治ったんですか、うん、もう欲しくなくなっちゃって。めっちゃいいことじゃないですか。そう治っちゃったんですよね。でそれじゃあ退院して、で退院して、もうなんか悟っちゃったみたいな、なんかその死んだ後に性格が変わっちゃったんですよ。昔こんな性格じゃなかった、こうちょっと明るくなっちゃって、いいじゃないですか、悩みもなくなっちゃって、ほうほう、なんか悩み方分かんなくなっちゃって。お、でもいいじゃないですか。今も全然いろんなことあるけど悩めないんですよ。なんか全部こう映画の出来事というか、映画の中の出来事みたいな感じで、なんか自分が他にいる感じがあるというか、だから悩むことができなくなっちゃって。ほう、でも一応その暗い気持ちではなくなったってことですよね。うん、なんかそう、なんか映画の中にいる気分ですね。だからもう映画の中にいても、映画の外の人ってなんか悩まないじゃないですか。もうなんか映画で悩んでる人いても悩まないじゃないですか、見てる人。だからそういう気分になっちゃって、なんかちょっと深神の視点じゃないけど、そういういろんな世の中のなんか断りみたいな、それもいきなり飛び込んできたみたいです。へー、でそれで、はあ、男優にはどうやって復帰するんですか。で男優に復帰したのは、そのずっと2020年の誕生日からずっと家でずっとそういう自堕落の生活、ずっと生活保護で送ってて、やっぱりこう懐かしくなってきちゃって、あの AV 男優だった時期が、やっぱりあの時楽しかったよなと思って、よく考えたらめちゃくちゃいい恵まれた環境いたよなと思って、もう一回復帰しようかなと思って、まあ、もう無理だと分かってるんですけど、下半身も全然役に立たなかった時期で、全くもう、はい、一切あのしてくんない、あのエレクトしてね、してくれないというか状態だったんですけど、そうで、まあそれだからダメだなと思ったんですけど、まあちょっと武田純子さんで、多分これにも出たことはあるかもしれないですけど、武田純子さんにからなんか連絡来て、ツイッターに前立腺マッサージのモデル探してるからやってくんないって言われて、はいって、まあ、知り合いだったんですよ、もともと。で前立腺マッサージのモデルやってる時に、武田純子さんが手こけしてて立ったんですよ、純子が。立って、あ、こんないいもの持ってるのにもったいないよ、復帰しないよって言われたんですよ、武田純子さんに。絶対できるからって言われて、諦めないで復帰しなって言われて、まあもう無理だとは分かってたんですけど、もう悪い噂ばっかり広まっちゃってるんで、もうラリってるよあいつだって。あともう干されてるわけだ、干されてる人がもう戻ってくることってほぼないんですよ、 AV 業界って。ほうほうほう。なんで、まあ、無理なの分かってるけど、もうちょっと復帰したいんですけどって全員に LINE したんですよ。ほうほう。電話帳に残ってた人全員に LINE して、ほうほう、まあ3000人ぐらいですかね。ほうほう。したら5人ぐらい帰ってきたんですよ。
へえ、まあ、そう3000分の5返ってきて、ほうほう、マジでじゃあちょっと使うよみたいな感じで、へえ、監督さんとかに、まあ、そうそう監督さんとかに、で今どうなってんの、なんか太ってた、太ったの月曜から夜更かして見たよって言われて、ほうほう、太ってたら使いたくないんだけどって言われて、ほうほう、あそうかと思ってちょっと一生懸命ダイエットしたんですよ。へえ、それこれの、はい、これだったんですか。3ヶ月でこれになります。へえ、すごい。3ヶ月で45キロ絞って、へえ、断食のみで、お金なかったんで、あのジムとかも通えないんででも断食でね、断食のみですね。あと塩と砂糖のタブレットのみ食べて、本当にギリギリで死ぬってぐらいになったらぼーっとしてきちゃって食べてっていうのを繰り返したら3ヶ月間で45キロ痩せて今こんな感じになりました。今何キロなんですか。まあ60キロですね。はあ、うん、もう60キロぐらいでしょうね、絶対ね、はい、慣れて105キロから60キロになって、でそれで痩せて復帰できて、復帰してだから2年ちょうど2年です、丸2年。はあ、どうですかその、はい、でもさっき言った、はい、そのシミケンさん1個下ぐらいのランクにまで戻ってきたってことですか。はい、じゃあそうですね、まあ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 そのぐらいまではまあ戻せたかなって感じあります。へえ、それすごいですね。やっぱりでもまだやっぱ業界の大体9割ぐらいの人は僕のことラリってると思ってるんですよ。ああ、うん、とかでもそれぐらい仕事あった時にそのラリってる姿見せちゃったってことですね。そうそう、むちゃくちゃ見せちゃって、もうこいつはダメで使えないってなっちゃったんで、はだからちょっとずつ信頼を取り戻してる段階で、一応今毎日仕事埋まるぐらいにはなってますね。お、でもすごい。一応まあ、 仕事ない日はないです。まあパーティーとか YouTube もやってるんで、月4日間はそこにパーティー2日、 YouTube2 日やってるんで、月26日は仕事してます。大体 AV の仕事、現場で、ね、現場行ってます。はい、ちょっとごめんなさい、パーティーって何ですか。なんだろう、まあ交流会みたいな。乱交パーティーじゃないですか。乱交じゃないです、エロくないです、全くエロくないパーティー。じゃあエロくない、なんかそういう、なんかそのまあなんか多業種交流会、多業種交流会プラスあの女の子超いっぱい来るんで。へえ、なるほどね。女の子はそこの大体2倍ぐらい来るんですよ。おお、なのでまあちょっと恋愛、女の子は彼氏作りたいとか、あとまあ仕事してる女の子だとこのつながりが社長とつながりたいとかで、男だとまあ彼女を作りたいで、まあ社長とつながりたいとか、ビジネスの、まあ、ビジネスにも恋愛にも使っていただきたいみたいな、っていうのを主催してる。そうです、とりあえず人いっぱい集めて、まあ一回大体300人ぐらい来たりします。一回そう一人で集めてるんですけど、もうすごいっすじゃあ今後はこうどうなってきてるとかあるんですか。まあこう、まあ、AV 業界でまあ信頼取り戻しつつ、うんうん、まあみんなにもうねラリってないよと、うんうんうん、まあ本当に監督さんとかスタッフさんとか、ね、男優、他の男優さんとか女優さんが僕のこと見て、あ、全然ラリってないですよ、使って大丈夫ですよってめっちゃいい噂広めてくれてるんですけど、やっぱ悪い噂の方がやっぱ強いんで、なかなか広まんないけど、ちょっと皆さんに、ね、本当感謝という感じで、やっと仕事が入って、ま、回ってきたなって感じなんですけど、今後はそうですね、ちょっと悟っちゃった、さっきね心肺停止してから悩みがなくなっちゃって、ちょっとなんか釈迦みたいなマインドになっちゃったんですよ、なんかお釈迦様みたいな。でもどうですか、悪いことなんですかそれ。いいことだと思います、だから本当悩みもないし、多分悩むことも今後できないと思うし、そういうマインドって意外とこう言語化できると思ってて、まあこう世界中にそういうのを伝えたいなと、まさにお釈迦様みたいな感じで。へえ、うん、今そのために YouTube とかやって、もう世界一のインフルエンサーになりたいなと思ってますね。おお、ね、世界一のインフルエンサーになって、その悟りマインドみたいなのをみんなに伝えたいなって思ってます。へえ、はい、なるほどね、うん、そうじゃあそれがまあ確かに AV 男優はどっかのタイミングでこの肉体的にもちょっと厳しくなってきますね。それもそうです、意外と AV 男優って、あと世界ではシミケンさんもそうなんですけど、世界では実はインフルエンサーなんですよ比較的。ほー、まあ、AV 女優さんもそうですけど、ほうほうほう、ああいう人の方が知られてるんですよ、うんうんうん、日本の AV って結構もうお家芸というか、うんうん、アニメと AV は日本のお家芸なんで、そう世界中でね、世界中で知られてるんで、まあこう AV 男優にやってるっていうのもなんかこうご縁なのかなっていう、そういう世界的に知られ、結構タイとか中国行くと僕のこと知ってる人いるんですよ結構。へえ、ああっつってポルノアクターって言われて、へえ、サインくださいってあなるんで、なるほど、ね、はい、だから意外といけんのかなと思って。お、いいじゃないですか、はい、そうそうそう、だから外録チャンネルさんマジでありがたいんですけど、おいおいおい、これ一気にちょっとね、そんな一気に何かどうかなっていうのは影響力がないんですけど、ね、めちゃめちゃあります。あ、はい、そういうことを頑張ったことがあります、ね、そうです、だからちょっとそういう、まあ、世界一のインフルエンサーになって悟りを広めたいみたいな、釈迦様みたいな、はあ、なるほど、まあ、ちょっと怪しいですけど
いやいや、別になんか悪いことに使わなきゃ別に大丈夫です。まあ悪いことには使わせてもらえないですけど、まあ、皆さんのおかげでこう元気になれたんで、本当皆さんに感謝しながら、もう毎日感謝をかみしめながら仕事をしてる毎日ですね、今は。もうありがてえと思いながら、マジでこんなことができて。え、よかった。頑張ってます。あ、セックスセミナーなんですよ、これから。あ、今、一般人相手。ちょっと富裕層向けっすね。意外とあの、お金持ちってセックス下手な人多いらしくて、やっぱ女性にモテるじゃないですか、逆に。だから、さぞつに扱ってきちゃってて、ちょっと楽しめさせるための。はぁ、なんかこう、お金払ってでもやっぱりちょっと習いたいみたいな人結構いて、そのセミナー月1やってるんですよ。で、今日この後それで、はい、ありがとうございます。はい、またありがとうございました。楽しかったです、ありがとうございます。第6グッズ販売中、概要欄のベースから購入可能ですので、よろしくお願いします。そして石川県金沢市でトークライブもしますので、よかったらお越しください。よろしくお願いします。終演後にはオンラインサロンメンバー限定のオフ会も予定しておりますので、2回よしよしお願いいたします。